この状態で入れておこう。そうですね。手がもう半分以上なくなってしまってて、で出血をしてるし、まあ、もうその時は元気なかったですけどね。で体中にサメの傷があって、歯なんかも採取できたんですよ。だから本当にもうアタックにアタックを受けて、でパウンドネットに逃げ込んだんだと思うんですよね。これゆうちゃんっていうカメさん、前ね人工のヒレがついてる。他のカメからなんかちょっと攻撃を受けるとか、それからなんかつつかれることあるんですけども、すぐ馴染みますね。で勇者は割と強いんで、まあ他のカメに負けることはないですね。